わきわきわきー森の都のカプセリストわっきー貝山がお送りしますガチャ動画。今日は某場所にやってまいりました。コスモスの自販機、大家さんの OK をいただきまして、それを引き上げに行く動画でございます。令和の時代に昭和のレトロ自販機が残ってるんですね。それでは早速買いましょう。コスモス自販機の初期ですね、一番最初のやつ、これがねまだこうやって生存してるって素晴らしいですね。このコスモスもいいですし、ね、ただもうかなり朽ちてますけどね。いや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 、もう朽ちてますけど、懐かしいですね。懐かしいですね。これ頑張れ頑張れワッキー、はい、よし、汗だらけじゃないですか。あれこれどっちかな、よいしょ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 、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと行けますよ、もうちょっと行きます、あと5センチ。はい、オッケー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 。大丈夫です。はい。チャボですよ。耳つける耳つける。重いんだよね、コスモス自販機ってね。ありがとうございます、志田さん。ありがとうございます。志田さんも YouTube やってますんで、ぜひ。よろしくお願いします。なんかマウンター入ってる。うわ、牙とか入ってる。牙が入ってんじゃん。うわ、ちょっと待ってよ、これ丸々入ってますね、これ。で、自販機の下なんですけど、これタレパンダのやつは、これはガチャガチャなのかな、これシールだな、タレパンダ、これ箱っすよね、これ箱で、お、これはサッカーの部品じゃないですかね、サッカーの部品これなんだ、これカニ、これはガチャ経費じゃないかもしれないけどね、一応これなんだろう、あ、これもなんかのカード、これ多分ガチャ経費だな、アリンコがいっぱい群がってますけど、あとないよね、なんか焚き火の現場みたいですけどね。加藤自動車さんにやってまいりました。知り合いの知り合いということで、はい、さあこうなりましたよ、ね、さてどうなるんでしょうかねそっちまで持ってやめますね。何でとこせ、あ、大森さん、どうも、いろいろと、アクター大森さん、アクター大森さん、よくここに来られるんですか。いや、もう40年前から来ました。お、新しいの書いて、すげえやりました、すごい、当時物入ってるんですか。そう、当時のもの入ってるんです。どのようにリペイントされて戻ってくるんでしょうか、楽しみです。その後はですね、どういうふうに活用するかもこの動画で語っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまったねー。